の皆さん、おはこんばんちはです。ポボスです。今日は今バラバラにしていってるセドリックさんのですね、セドリックかなこのグリルとヘッドライトも一緒に社長に外し方やっていってもらいたいと思います。お願いします。まあ、ちょっと長なるかも分からへんな。あ、そう、うん、はい、とりあえず、はい、横回転、うん、外す、うん、うん、まあ、グリルの取り付けもこの、はい、ピンでこれです。5箇所刺さってるね。1、2、3、うん、でしたか。で、盗難防止で、はい、外から外れへんようにしてるからこの見える上の両方とこの真ん中は前から外されへんけど、はい、この中にあの、うん、よいしょ、下これやねんな。このひし形のやつを真ん中のあれやん、溝マイナスが刺さるから、うん、それをくるとどっちでもいいから回転したら、はい、うん、だいたい締め下の四角に俺は締めてるけどなこっちからこうそういうことな。だからまあよいしょ、パズルみたいな感じでこう同じようにしたら、うん、あ、うっすら見えた、はいはいはい、四角になった時点でもう割れるかもわからないけどね。うん、うん、割れるな、多分これね。あ、動いた、うん、グリルが抜ける。おお、下の土台の四角に合わせたいんやな。そうそうそう、回して OK。 でこの3箇所はもう、はい、うん、仕方ないから、はい、次上こっちをつまんでもらって、はい、抜くな、はい、はい、こっちもまあだからつまんで抜いてもいいね。で、あ、その下の、はい、まあ外から外れるっていうね。まあこの真ん中はちょっと本の間からになるけど、はい、で反対側もあれ、本がでかすぎてまさかですね。よいしょ、はい、まあまあ外した後で場所を言うていくと、はい、外さん方がいいかなまあねじったらこれが抜けて、ああ、でここにプチュッと刺して、はい、取り付け、はい、あ、待って、ピンの位置言うとこはな、ちゃんとな。まあピンは、はい、分かる、見えるわはい、こんな感じです。まあ、ここは今見たらカバーがここ割れてるんだ。カバー、こっちはついてるけど、ここはこっちはついてるけど、こっちは割れてる、うん、はい、ここが割れです、うん、で、この捨ての枠、カバーとか、はい、その辺は、ハウサンでもいけたんですよね。あ、そう、うん、ガサッと取れる。こっちはバッテリー外さなきゃ。ほう、で、こっちはいけそうだよ。そんなにしたらいけるかな。はい、OK、まあ、とりあえず、うん、こっちもやっぱり外した方がやりやすいかも分からへんけど、はい、やっぱり外せるバッテリーはややこしい一応供給も多分ないと思うかせはい、マイナスだから、はい、してくな、寝るかな。これあれや、金がついてるから、あ、そう、こっちに避けるけど多分割れるから、あ、うまいな、白いのが、うん、うん、これあの楽やパコッとするだけやから、あ、こっち出てくれてるから、あ、うまいや、そういうことな、はい、はい、ここにもう一個つくるかな、1、2やろ、1、2、うん、あったあったあった、3や、3が3、ね、ほうほう、うん、見えた見えた見えた、あ、この3、ね、んこれだけ、なんで、あ、はいはいはい、あ、で、こことで、こいつはこのワイヤーの間の、はい、はい、間になるんか、うん、で、ここね、これ、上、古いからな、カプラ抜け、あ、抜けた抜けた、押したらね、下押したらないって、
まあ、このヘッドはハロゲンやから、はい、一応ここ押さえなきゃな。うん、おー、横横やな、まあ一応な、うん、はい、こいつがね、もう奥奥手に、これはウインカーやから多分、うん、こいつもやったらここねんけどな。まあこれは外した時に OK、 おいおい見ようか。はい、まあ、だからさっき茹でたところをとりあえず外します。外しようかな、これをここ、はい、これ緩かったな、割れてんちゃうかな結構割れてんねや。うそ、まあそらそやわな。バンパンとか、うん、まあ、マスキングとか、うん、タオルとか押し込んどった方がいいな。はい、やっぱこいつがちょっと横無理やから、あ、これこのここの入ってる時点で、うん、グレーのカプラーな、うん、ちょっと無理やから、グレーじゃない、ここのこれ線が短いからこいつやな、うん、これは多分玉抜いた方がいい。あ、そういうことな、うん、はい、ここぐらいな、うん、あとは大丈夫、はい、うん、はい、まあ、あんまり清掃せんと売るわ、うん、なんで清掃するたびに割れるから、せやな、うん、OK、 はいはい、だから、うん、こことここ中、ね、こいつは後から行こう、はい、うん、ここに多分隠れてて見えてないんちゃうかな、動画やったら。これやろ、うん、これはあの外してから、外してから、うん、やっぱ線でな、はい、こんな感じになっております。こっちは絶対バッテリー挟まないから、はい、こっちはだからうまい人でやったら、うんうん、ここ外れるやろ、ここ外れるやろ、で見えへんのかな、ギリギリやな、ちょっと取られんから、うん、やっぱりこいつも外す、エアクリ、はい、外す、どうしようかな、エアクリ外す動画を別でしようか、うん、うん、OK、 別でしよう、はい、うん、でこれ今、はい、あのエアフロの線抜いてないけど、はい、ここでな、やっと奥のネジが、はい、取れるようになるので、今外してから商品確認と、はい、うん、うん、同時にするわ。オッケー。まあまあまずね。だからこれヤクリのやつ先見てね。そうやで、動画見てもらって。先だはーい。はい。左側も外してきました。左側だからまあ、うん、あの今んとこ全然大丈夫。うん、でまあ出品して車があるときに、はい、あ、何？これは割れてないな。大丈夫やな。うん、あのあれやんな。はい、これこんな外すのもあの、うん、ここ抜くのもな、うん、結構割れにくいかも、ね、だからこのままセットで、はい、行きますのでね、ヘッドライトとして、なんかカブラが欲しいとか、はい、やったらまあ今車があるうちは切ってはい、せやね、ちょっと長めに切って、はい、
長く切れるかどうか分からへんけどな、まあ、できる限りね長く切ってやります。でネジはここね、よいしょ、同じ位置やわ大体。はい、こういう感じね。はい、で、まあ、この辺はさっき紹介したやつね。うん、オッケー。今日はこんな感じでですね、セドリックさんのヘッドライトの外し方と商品紹介やっていきました。よかったら皆さん作業の参考にしてください。お願いします。ではいいねとチャンネル登録お願いします。他の動画も見てね。バイバーイ。